はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回は中学理科の語呂合わせということで、こちらになりますね。アンモニアの性質ね、これを覚える語呂合わせをね、紹介していきたいと思います。はい、ではですね、アンモニアの性質、まあ4つね、ここに挙げてて問題形式にしてます。1つずつね、見ていきたいと思います。まず空気より、まあ重いか軽いかなんですけど、アンモニアは空気より軽い。はい、で続いて、何々臭があるね。で、アンモニアはね、まあ何々臭があるね。これ何かというと刺激臭ですね。刺激臭が、そして3番目ね、水に、まあこれ溶けるか溶けないかなんですけど、アンモニアは水に非常に溶けやすいです。非常に溶けやすい。はい。で、最後が、アンモニアの水溶液は、まあ、酸性、中性、アルカリ性のどれかっていうことなんですけど、アンモニアの水溶液はアルカリ性になります。はい、で以上のね、この4つの性質を覚えるね、語呂合わせがこちらになります。足軽、非常時に時計屋あるね。足軽、非常時に時計屋あるね。まあこれ足軽って、あの戦国時代にね、活躍してた、戦争で活躍してたね、まあ下っ端の兵士なんですけど、まあこの非常時、こうね、もう戦の最中に、ね、時計だってこの辺にあるって、ね、聞いて呆れられてる、まあ、そういうところをイメージしてもらうといいかなと思いますね。で、足のアがこれアンモニアのアですね。シが刺激臭があるのシ、ね、カルがこの空気より軽いのカル、ね、まあ、非常時に時計屋、まあ、ちょっと長いんですけど、非常に、時計屋、時計やすい、非常に時計や、非常に時計やすいが非常時に時計屋ね。で、あるがアルカリ性のあるというところでね、覚えてもらうといいかなと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。